徳川無生、徳川無生、徳川和無生、1894年4月13日から1971年8月1日は、日本の弁士、漫談家、作家、俳優、ラジオテレビ番組などを、はじめ、多方面で活動した、日本の元祖マルチタレントともいえ人物である。本名は、福原敏夫。彼氏、共済家の造語でも知られる。 日本放送芸能家協会、現、日本俳優連合所代理事長。いわゆる、三つの袋と言われる、結婚式のスピーチで定番の機源を作った人では、ないかと言われているが、その真相は不明である。島根県増田市に生まれ、幼少時に、津和野に一時住んだ後、東京で育つ。公園童話家として活躍し、児童文学の普及に貢献した、天野貴地彦は叔父。 母の弟。3歳の頃、母に捨てられ、同居していた祖母に育てられる。幼少の頃から話術が達者で当時演じられていた、落語をほとんど覚えていたという。学生時代に、近所に住む人妻と恋愛関係になるが、彼女は後に進撃界の伝説の女優、伊沢蘭者になった。東京府、現、東京都立、第一中学校。 現在の都立日比谷高校を卒業したが、一校、現在の東京大学教養学部の入学試験に二度、失敗。憧れの落語家になるため、三遊亭丸子の下に、入門を決意する。しかし父親に反対され、1913年、大正2年に、活動写真、無声映画の弁士となる。日活第二副法官で、清水霊山に指示し、福原霊川と名乗る。 1914年、大正3年に、秋田の映画館で、主任弁士を3ヶ月務めた後、1915年、大正4年に帰郷して、新宿の映画館の主任を務めるがすぐに、館が潰れ、再度、秋田の映画館に2ヶ月でかける。1915年、大正4年9月に、赤坂葵館に、主任弁士として迎えられる。この時、 支配人が勝手に、青いから、徳川という芸名をつけたため、後でそれを知った当人は、その大げさな名前に驚いたと。1916年、大正5年頃、弁士をしながら、明治大学の長高生になり1年ほど席を置いた。1921年、大正10年5月14日、日本で初公開のドイツ表現派の映画、カリガリ博士の弁士を務めたという記録もあり、 活動写真が好きでなかった、竹久夢二なども観覧し、その印象を雑誌、新小説に冊絵と共に寄稿している。1925年、大正14年、新宿武蔵野館に入る。東京を代表する弁士として人気を博す。ストレスのため狩猟が増え、20代で早くもアルコール使用障害になり、酒の上での失敗を繰り返す。 40歳で妻を亡くすが、妻が亡くなった夜も、明定状態であったほどであった。三人の娘を抱え途方に暮れるが、親友であったユーモア作家刀剣しかもの未亡人、静江と再婚。新妻との間に長男が生まれるが、自身の健康に自信がなかった無性は、この子が成長するまで生きられるかと不安を抱いたが、結果としては長生きして、長男は無事に成人した。 二人目の妻、静江の妹は、遠山秀蔵、遠山光の三男の妻。妻の別の妹は、天気将軍として知られた馬族の薄木松蔵の長男の妻となった。昭和の時代になって、音声の出る陶器が登場すると、弁士の必要はなくなり、漫談や演劇に転じる。まだ弁士時代の1926年、大正15年から、特別イベントとして、 古川六波羅と弁士らの陳芸団、悩まし会を数年、開催。弁士を廃業した1933年、昭和8年、やはり六波羅と劇団、笑いの王国を結成するも、意見の相違で、すぐに脱退。1937年、昭和12年、岸田国を杉村春子らの文学座に参加。ただし、新劇俳優としての無性については、 悪評の嵐であり、文学座を退団。他に、映画にも、俳優として出演する。1942年には、鈴木田賢治、丸山さだを、藤原鎌田里依らと、劇団、クラクザを結成。また、漫談の研究団体、団ン,ン集団を結成。メンバーは、大辻志郎、山野一郎、松井緑星、泉虎尾、奈、美野一郎、木下花生。 五代目長家老番学、後の林家彦六、正岡弘志ら。また、無聖の弟子の丸山昭治、福知五郎、吉井敏郎、木戸並であり、月に一回、新作漫談の発表会をやっていた。なお、無聖は、早くから老人めいた雰囲気があり、四十代から無聖老と、五十代では無聖王と呼ばれていた。また、ラジオでも活躍。 1939年から NHK ラジオで吉川英治の宮本武蔵の朗読をはじめ人気を博す。独特の魔は無性独自のものであった。文筆にも優れ、新青年などにユーモア小説やエッセイを多数執筆。1936年、佐々木久辰野九志らと共にユーモア作家クラブの創設に参加。百三十八年、 昭和13年、1949年、昭和24年の名木賞候補にもなった。また、俳句好きで、1934年、昭和9年から久保田万太郎が、総称の伊藤区会に所属し、暮れ三30年に及んだ。ただし、毎日のように作ったので膨大な盆作の山である。日々、詳細な日記をつけており、その一部は、 無性戦争日記として出版され、戦時下の生活の貴重な資料となっている。また、自伝や自伝的な書も何冊も出しており、それらの執筆に日記が役立ったと思われる。太平洋戦争中は各地に異門工業に出かけている。1942年、昭和17年から1943年、昭和18年。 占領下の東南アジア各地の異門団に参加し、占領地での日本軍の野蛮な行動にショックを受けている。また、シンガポールでは、日本未公開の映画、風と共に去りぬ、ファンタジアを見て、日本は物質的のみならず、精神的にもアメリカに劣っているのではないかという感想を抱き、後に随筆に記した、1945年発表の、随筆、風と共に去りぬ、 第二次世界大戦後は、新しいメディアの波に乗り、ラジオテレビで活躍した。NHK ラジオのクイズ番組、話の泉のレギュラー回答者などを務め、またテレビ放送も、初期から関わり、NHK テレビの、こんにゃく問答、柳や金五郎と共演などに出演、日本におけるテレビ創世期の立役者の一人である。1951年、昭和26年、 芸術最小受賞。また、1951年から1958年まで、週刊朝日に連載された連続対談、問答有用も、戦後の無性を代表する仕事である。1953年、昭和28年のエリザベス2世戴冠式には、特派員として放映。また、無性の娘が、日系アメリカ人と結婚していたため、その帰りに、 アメリカにもよって、娘や孫と愛、その旅を、著書、地球も狭い名にまとめた。1955年、昭和30年、年ごとに円熟を示している、各方面における活躍により、菊池博士賞を受賞。代表作のラジオ朗読、宮本武蔵は、戦後も、1961年、昭和36年から1963年、 昭和38年にかけて、ラジオ関東、現、RF ラジオ日本にて放送。2002年、平成14年から、同局と東海ラジオで再放送されている。また、この、宮本武蔵は1971年、昭和46年に、同局開局15周年記念として、レコード化され、エレックレコードから発売された。1965年、 昭和40年には愛知県犬山市にオープンした博物館明治村の初代村長となった。1971年昭和46年8月1日12時20分脳南下症に肺炎を併発して死去した。最後の言葉はおい、いい夫婦だったなであった。母書は府中玉霊園。無生の記事である増田市の市民有志が2001年より 無性にちなんで和芸に秀でた人を表彰する賞として授与している。元編集者の高橋一生が主催。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。